熱中症、熱中症、熱中症とは、暑熱環境下においての身体適応の障害によって起こる状態の総称である。日射病とは違い、室内でも発症するケースが多い。高温障害で日常生活の中で起きる疲労作成熱中症と、スポーツや仕事などの活動中に起きる老作成熱中症に大別することができる。本質的には、 脱水による体温上昇と体温上昇に伴う臓器血流低下と多臓器不全で表面的な症状として主なものはめまい、失神、頭痛、吐き気、強い眠気、気分が悪くなる、体温の異常な上昇、異常な発汗、または汗が出なくなるなどがある。また、熱中症が原因で死亡することもある。特に、いい度の熱中症においては、 致死率は30%に至るという統計もあり、発症した場合は程度によらず適切な措置を取る必要があるとされている。また死亡しなかったとしても、特に重症例では、脳機能障害や腎臓障害の後遺症を残す場合がある。屋内、屋外を問わず、高温や多湿等が原因となって起こりうる。疾球呼吸温度21摂氏25度あたりから、 要注意になると言われている。国立衛生研究所の資料によると、摂氏25度あたりから患者が発生し、段階的に増え、摂氏31度を超えると急増する。湿球呼吸温度によるリスク度の判断は1954年、アメリカ海兵隊のサウスカロライナ州で導入された。E ード熱中症の診断基準はの3つを満たすもの。血液凝固は、 体温の過度の上昇によって、体タンパク質が壊れて、内出血をした、結果、内出血を止めるために血液が凝固するために起こる。言い換えれば、熱射病になった後に起こる症状である。病態性理学に基づいた、国際分類では、下記のような用語が用いられている。かつては高温多出の作業環境で発症するものを、熱射病、日光の直射で発症するものを、 日射病と言い分けていた。その発症メカニズムは全く同じものであり、最近では熱射病に統一されつつある。根本的には、環境温度を熱中症を発症する温度以下にすることである。しかし、熱中症を発症の危険性がある温度環境下で、過ごす場合は、人に対する対策が必要である。特に運動中に際して、冷たい飲み物を飲み、 極端な運動を避け、涼しい風呂やシャワー、体に水をかける、明るい色の緩い服装、暑い時間帯の直射日光を避け、酒の飲みすぎを避ける。外気温が35度を超えると、外部から熱も入ってくるようになる。水分を取るのは、人間は汗を出して、体温調整しているので水分が必要になるということである。28度というのは、 室内温度の目安であって、エアコンの設定温度のことではなく、設定した温度にならないこともあれば、28度でも西日が入り暑いということもある。厚生労働省による H27 熱中症予防リーフレットなどによれば、下記の例が予防策として挙げられている。運動時における予防策として、日本体育協会により、下表のような 熱中症予防のための運動指針が掲げられている。脱水尿色チャートを使うと尿の色によって簡易的に脱水状態を知ることができる。厚生労働省職場の安全サイト尿の色で脱水症状チェックの記載を参考。表示環境によって色調が異なります。鑑別が必要な疾患として注意が必要なのは糖尿病。 高血圧の起用力を有する場合で、低血糖発作、心筋梗塞や脳梗塞などの血管拘束の症状を誤認して、適切な対応が遅れる例が報告されている。全身の冷却が行われる。応急処置として体表面体温の低下のために、冷却湯液、氷濃や蒸散冷却、胃洗浄などが用いられる。同時に、 血液中の電解質バランスを正常にするための、輸液、人工透析も行われる。2015年に、日本救急医学会から、熱中症診療ガイドライン2015が発表され、ガイドラインに沿った治療が行われる。前述、熱中症の重症度分類表 E 度と EE 度は、医療現場での対処が行われ、中枢神経症状、肝、腎機能障害、 血液凝固異常などの臓器障害を提しているならば、入院治療が必要となる。さらに、基礎疾患の起用、服用薬歴、意識レベル、自力歩行の可否、食事の摂取状況など様々な視点から、治療方針の判断が行われる。特に、EE 度重症患者では、短時間で、深部体温を平常体温にまで下げる必要がある。ため、水冷式のジェルパッド、 心停止後症候群治療時に使用される低体温療法用装置、血管内冷却カテーテルが用いられ、有効性が報告されている。重度の熱中症になった場合、深部体温が上がって、高発熱状態になった段階で徐々に脳細胞が死滅するとされる。仮に救命できたとしても、肝脳の死傷下部に存在する体温調節中枢に永久的な障害残す場合もある。 もしも、体温調節中枢に障害が残ると、以後、極端な高温や低温に対する耐性が低くなってしまう。このほか、幻覚、視力低下、高温障害、どもり、露裂が回らない、運動障害、意識障害、肝機能低下、痙攣などの後遺症が残った例もある。一度死滅した脳細胞が再生することはないため、全回の見込みはほぼ望めない。 日本では年々増加傾向にある。消防庁によると2018年4月30日から9月30日の約5ヶ月間の熱中症による救急搬送者は95,073万人で過去最多であった。発症者を年齢層別で見てみると65歳以上の人が半数以上で年齢が高いほど発症率が増している。年齢帯ごとに発生が多い場所。 特徴的な場所は次の通り。なお、日本において熱中症については、厚生労働省、文部科学省、環境省で、それぞれ指導、対策が公表されている。高温多湿地域である、アフリカ大陸ギニア出身のオスマンサンコンは、熱中症に該当する症状はギニアで聞いたことがなく、日本に来て、初めて知った。インドでは南部を中心に、 毎年、熱中症による死者が数百人の規模で発生する。2015年5月、テランガーナ州、アーンドラプラデーシュ州では、過去20年来最悪の熱波に襲われ、1800人以上の死者を出した。犬は感染が少ないため、日本においては、特に5月から10月にかけて熱中症にかかりやすいとされている。散歩の際には、地面から、 体までの距離が人よりも近く、舗装道路からの反射熱が犬に大きな影響を及ぼすため注意が必要とされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。